はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は両友譲らず無理の利く男秋元という存在ということで浦和レッズ、まあ、FC東京 VS 浦和レッズのゲームマッチレビューの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあ、この試合に関してはいろんな見方ができるんじゃないかと思います。まあこれまでの引き分けと比べると内容としても良かったですし、まあ、90分間ある程度やりたいことができたんじゃないか、まあ、最後のところの崩しの課題というのは相変わらずあるんですけど、もしかしても得点の匂いはここ数試合に比べると非常にあったこのゲームだったんじゃないかと思うんで、この試合じっくり見ていきましょう。特にこの秋元という存在サイドバックに置くとまた大畑選手とは違う味が出せる選手だなと改めて感じましたので、あと一個ちょっと浦和レッズの気になった、特に前半ですね、前半気になった点が一つあったんで、そこをちょっと図解解説ということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルですね、明日ですかね、サブチャンネルの方でもう一本レビュー動画上げます。まあ明日ラジオ感覚的に聞いてもらったらいいんですけど、サブチャンネルの方から、サブチャンネルからじゃない、動画概要欄の方からサブチャンネルの登録もよろしくお願いいたしますということで、まず両チームスターティングメンバーはご覧の形となりました。今日左に今野選手が入りました。吉井東京左に今野、右に永井選手が入った形になりました。そして、松木玖生選手が先発復帰ですね。そして浦和レッズはもうご覧のメンバーですね、左サイドハーフに、小泉選手が入って、岩尾柴とダブルボランチ、そしてサイドバックには酒井宏樹選手が帰ってきました。そして左秋元選手が入った、このゲームでございましたけれども、結果こちらでございますね。ドローということに言われます。ドローもいろいろ考えようではあります。まあ本当どうしても結果が欲しかったですし、まあ3試合ね連続ドローというので、なかなか浦和レッズも勝ち点3が取れていないゲームがついてはいるんですけれども、さあまあこれを、どう考えるかという話になってきますので、まずこちらやっていきましょう。前半レビューということで、まあ実はこれ秋元選手のサイドバックというのが僕は非常に面白いなという感じで前半見てました。本当無理の利く秋元という存在、まあ、前半も後半もそうですけれども、最後尾からどんどんボール持ち運んで、あとちょっとでアシストというところまで、ね、こぎつけることができました。やっぱ強いチームとか優勝するチームというのは本当無理の利く選手とか、むちゃくちゃなこれプレーをするんだけども、本当このフィジカル勝負に絶対負けないの理不尽な選手とかが、いるわけでございますね。まあ例えばですね、例えばで言うと、川崎フロンターレにやっぱりこれちょっと理不尽な、レアンドロ・ダミアンですね。本当守備も頑張れますし、攻撃とかはしっかり点が取る、まあ、レアンドロ・ダミアン中選手がいたりとか、まあ、走る選手ですね。まあそれこそ無理の利く選手で言うとマルシーニョがいたりとか、この、マルシーニョとか東野選手とか、この無理の利く選手がいるのはこれ川崎フロンターレ、あと横浜 F マイナスで言うと、まあ、エウベル選手みたいな本当理不尽な選手が、ね、いるわけでございますけど、この秋元ですね、本当ごちゃごちゃっとしたところで絶対勝ちきるとか、これ絶対に走りきる、最後やりきるで、これ無理の利く選手、これは本当に攻守にこの秋元という存在、これをやっぱり浦和レッズ持ってる、抱えてることは相当にこれプラスに働くわけでございまして、何回もこれね、秋元の本当むちゃくちゃなというか、むちゃくちゃっていうわけではないんですけど、この強引さ、そこは結構この試合生きたゲームだったんじゃないかと思いますね。で、決定機は前半からまあ数回ありました。まあ実際ね、一旦はネットを揺らしているんですけど、あれオフサイドかな、まあ、まあ結果としてオフサイドで、まあこれね、VAR も入ったんで、まあオフサイドであるのはこれしょうがないんですけども、あそこはまあモーベル決めたと僕は思ったんですけども、まあ一度はネット揺らし、それぐらい本当チャンスを作ることが特に前半はできてました。まあユンカーのねちょっと決定機というか、あれ決めていればなん中心もあったんですけどもね。で、気になった、最初言った気になったところで言うと、この選手肩という部分ですね、これはまあ後半は結構解消されました。まあ、前半ね、これ監督とか選手がどう思ったか分かりませんけど、この選手肩のところは、後半解消されました。後半解消はされたんですけども、前半じゃ何が気になったかというとこちらでございますね。まあ、右サイドこの楕円のところですね、見てもらったらいいんですけど、結構こういうシーンが多くて、密集が右サイドにできてました。要はモーベルグ、江坂、酒井、岩尾というこの4人が結構密集してボール回すシーンがあって、まあ、これどう捉えるかはですね、まあ、距離感よくボールが回しているという風にも、捉えることができますし、まだやっぱりこんだけ選手が集まるとサイドローテーションを安定するようにというのがあるんで、このサイドローテーション、まあ、この外でのボール回しですね、そこを安定させていこうというのが多分狙いにあったと思うんですけど、やっぱこんだけ選手が集まってしまうと、まあ、前線に選手がいない、まあ、この右サイドの距離感がだからいいと取るか悪いと取るか、僕はねこれはちょっと寄りすぎで、ボールホルダーに対して寄りすぎなんで、ちょっとねみんながボール欲しがった状態で僕はあまりよろしくないのかなっていうのがありました。まあ、その代わりサイドでのボール回しに関しては、まあ、ここ数試合よりもだいぶ良かった気がしますけども、それにもちょっとね多すぎたかな。これモーベルグね、これモーベルグとか酒井宏樹ってそれこそは無茶な利く選手ですね。一人でモーベルグなんて走ることが
できるんで、こんなに選手が集まらなくてもとりあえずモーベルグ、とりあえずって言い方悪いか、モーベルグに預けておけば何か起きる感じがするんで、そこまでこう無難にやらなくてもよかったのかなっていう感じがしますね。だからこれ 理想というか僕の中の、まあ、一つの考えなんですけどもね、これが正解とは、言わないんですけど、やっぱこれエサがここにいる、エサカのところですね、エサカのところに、まあ、岩尾選手は顔出して、まあ、3枚で外回して、これエサカ、ユンカ、小泉はもっと近い距離で、まあ、プレーできたらよかった、まあ、これ、ジュビロ岩田戦とか、そうですね、ジュビロ岩田戦とかそうなんですけども、ね、やっぱりエサカ、ユンカ、小泉、この3人が近いところでプレーすることによって、まあ、いい攻撃というのは生まれる可能性があるんですけど、ちょっとエサカとこれユンカ、小泉の距離が遠かった。で、今日多分小泉選手が左サイドハーフで先発だったのは、多分ジュビロ岩田戦のこれ再現を狙っていたんじゃないかなというのがあります。要はこの秋元選手がこれ小泉選手を中に押し出していて、小泉選手は要はシャドウのような位置ですね、まあ、サイドハーフで小泉選手一応スタメンにはなっているんですけど、ユンカ、小泉、江坂がもっと中で3人これ距離感よくプレーできればよかったんですけど、ちょっと江坂の、まあ、江坂自体はそんなに悪くはなかったんですけど、ちょっとこれね右に寄りすぎていたかなっていうのは僕の中であるんで、まあ、右サイドの選手肩ですねっていうのはやっぱ感じました。だから本当これ江坂選手はもうちょっと中でユンカ選手の近くでプレーして、これ本当ワントップ通射の形で、この3人ユンカ、江坂、小泉の3人プラス、まあ4人目の動きでモーベルグとか秋元選手とか、まあ、いろんな選手絡んで決めることができればよかったんですけど、ちょっとねこれはちょっと気にはなりましたが、ちょっと後半だいぶ、解消はされたかなって僕はまあ思うんですけど、これだから一つ、まあ、課題感じの感じがしましたね。まあ、要はだからユンカ、小泉、江坂のこの3人が良い距離感でプレーする時間をもっと増やすことができればよかったのかなという前半でございましたね。そしてちょっと話長くなって申し訳ないんですけど、後半ですね、まあ、西川選手ビッグセーブありましたね。あれは僕は思わずあって言ってしまったんですね。僕がですね、これ試合見ながらあって言ってしまったとき、基本入ってしまうんですね。あって言ったとき、本当はもうこれ入ったっちゅう、僕の中であるんですけど、そこあって言いながらもしっかり、西川選手が防いでくれたんで、これ本当良かったですね。まあ、あれで本当勝ち点1拾ったようなもんかなと僕は思ってますね。で、松尾選手が入ったばかりの時に左サイドでボール受けて、そこから中にグッと絞って、まあシュッと割ったシーンがありました。まあ、最後、ね、FC 東京の選手に防がれてしまってはいたんですけど、最後シュートで割ったシーンがあったと思うんですけど、あの時僕ね湘南戦が思い浮かんだというか、昨年のこれだから松尾選手が横浜 FC にいた時の去年の、まあ、湘南戦ですね。横浜 FC 対湘南、まあ、湘南と横浜の人だったかな、そこはちょっとどっちでもいいんですけど、あの時松尾選手がゴール決めてんですね。同じような形、全く同じような形で昨年湘南戦でゴールを決めています。ちょっと PK か PK じゃなかったかな、そういう揉めた試合だったんですけど、まあ、結果として松尾選手が一人で持ち込んで、ね、ゴール決めたシーンがあって、あの湘南戦が僕は頭に思い浮かんで、ちょっと、ね、正直昨年の横浜 FC 対、湘南ベルマーレのゲームを見ていない方からすると何のこっちゃって話かもしれませんけど、あのちょっとハイライトあれば見てほしいんですけど、ちょっとそこで僕、あ、これ湘南戦と同じだと思ったんですけど、今回決まるということで、まあ、あの時は湘南戦はもっと中でぐっと、もう一歩踏み込んで、ね、これゴールのこれシュートコースを作ることができたんですけど、ちょっと外に追いやられてしまいましたね。まあ、しかしそれがちょっと可能性感じる、まあ、昨年のトップコンディションですね。昨年の横浜 FC 時代一番良かった時期のコンディションに松尾選手も近づいているんじゃないか、それはちょっと感じましたね。実際松尾選手から後半何個もチャンスありましたしね。で、あと浦和レッズで言うと90分が落ちなかったですね。気温が20何度あったらしいですけどもね、まあ90分間落ちませんでした。まあ、自分たち主体的にボール回してやりたいことはやれたと思います。まあ、本当最後の前進ところですね、最後のファイナルサードのところでもう一歩もう二歩前進することができれば、それこそね後半終盤になってから酒井宏樹選手が、まあ、結構疲れていましたけれどもね、深い位置取ることができたりとかね、そういうシーン増えたんで、そういう無茶の効くプレーをやっぱり多くの選手で僕は、求めたい。それぐらい裏の選手って本当クオリティの高い選手が多いんで、まあ、秋元選手だけじゃ正直ないんですけれどもね、でもあれぐらいやっぱ無茶が効く、まあ、本当1対1で負けてもいいか、どんどんこれ推進力高めて、ゴールに向かってプレーをしてほしいんですけれども、まあ、そういう選手揃っているので僕はそこは、期待したいです。まあ、本当90分間、これ落ちなかった、インテンシティが落ちなかったらよかったんじゃないかと、僕はポジティブに捉えていますけどもね。で、あとシャルクですね。シャルクね、あんまりこうボール触ってうんたらかんたらみたいなことは最初の方はなかったんですけども、徐々にねこうボールに触る機会は増えてきました。でやっぱりこうシャルクね、こう江坂強化はみたいな感じが、確かにしますね。ただシャルクをやっぱワントップで使うという選択肢は今後あるのかなって感じ、ないのかなって感じがしますが、本当なんかで書いてありましたね。誰かが何かで書いていたんですけども、まあ、浦和の武藤勇樹の再来ね、一番良かった武藤勇樹ですね、一番良かった時の武藤
勇気のようなこれプレーをシャルクがするんじゃないかっていう記事が多分あったと思うんですけど、あったのかな、なんか僕の記憶違いでは申し訳ないんですけど、まあ、それぐらい間で受けることができますし、間で受けて前向くことができるのは相当これシャルク選手いいんじゃないか。で結構裏が後半押し込んで、でこれ FC 東京も結構がっつり引いて守っていて、結構スペースなかったんですね。これシャルク選手の周りってあんまりこうスペースがなかったんで、こうシャルク選手が何度も呼び込んでもなかなか縦パス入ることなかったんですけども、しかしまあこうシャルク選手がボールを受けた時にですね、こう一気に空間が広がる、空間が広がるって言い方は正しくはないのかもしれませんけど、シャルク選手本当いい位置でボール受けることができるんで、本当数秒前ボールを受ける数秒前まで密集ができていたんですけど、これシャルク選手が前進できるスペースが1歩2歩でも作ることができる、自分でこうスペースを作ることができるのこのシャルク選手のいいとこかな。まあ、まだ本当に、ね、数分間とか数十分間しか十数分間、プレーを見ていない、90分間とか45分間とか見ていないんで、そこは今後見ていく必要があるんですけど、このシャルク選手はこう空間を作ることができる選手なのかな。だからああいう狭いスペースでもボール要求して、ね、自分ならこうどんなに狭いところでもボール受けたらしっかりこれ、ね、最後仕事するっちゅう、それぐらいの気持ちが見えたのか僕は思うんで、こう狭いところのプレーというのはこのシャルク選手得意というか好きなのかなというのは僕は感じましたね。であったものは浦和レッズに関してで ACU で何をつかむか、まあ、本当アジアの舞台でただ疲れて、帰ってくるだけじゃなくて、この決勝トーナメント行けましたで、もう疲れましたじゃなくて決勝トーナメントにも行くことできて、そこで我々は自信をつかんで帰ってきましたっちゅう、5月の初めのゲームにしてほしいと思ってますけどもね。はい、ということで以上になりますね。まあ、これから本当リーグ戦終わります。まあ、これから終わるわけじゃないですけれども、5月の頭までのリーグ戦ありません。さあ、このね、5月次リーグ戦、浦和レッズのリーグ戦再開の時にどの位置にいるかというのは一つちょっと注目になってくるんで、これからちょっと他のチームを追いつつですね、ACL も頑張ってほしいと思いますけれどもね。はい。ということで以上になりますね。以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんじゅう方、チャンネルとお送りします。その。